はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3、リマスター版になります。で、プレイステーション4でやっていきますということで、まあね、最初オープニング見ましたけれども、めっちゃ綺麗ですね、やっぱり。で、新しく画像とかも多分書き下ろしが入ってると思います。なんか魔王の絵とか西洋の絵とかなかったと思うんで。で、プレイデータを引き継いでゲームを開始しますかということで、別に引き継ぐもんないから家でいいでしょう。追加コンテンツあり、どちらのモードでプレイしますか、通常は追加コンテンツありでいいでしょう。で、主人公ね、やっぱね悩んだんですよね。で、前回、まあ、結構前いつやったかすらちょっともう覚えてないんですけれども、いわゆるバーチャルコンソール版でロマサガ3をやった時は、まあ、カタリナでね、やりましたので、まあ、同じ主人公はねさすがにやりません。で、まあ、やっぱ女性がいいかなとは思ったんですけど、サラはねちょっと難しいんで、いきなりやるのはやめておきます。で、エレンは、まあ、ちょっとそこまで好きなキャラではないので、まあ、モニカ様にしようかなとも思ったんですけれども、ちょっと今回はミカエルでやっていきます。まあ、ミカエルはね、そのマスコンバットとかいろいろできるので、で、俺そのミカエルの主人公とかやったことないんで、マスコンバットとか多分全然できないと思うんで、まあ、ちょっとこの機にね、ミカエル主人公で今回はやっていこうと思います。まあ、名前とか決められるんだっけ。まあ、ミカエルでいいでしょう。決定はオプション、これか。あ、欲しいね。これ何がいいんだ。ミカエルは基本的に証券使うから、なんか器用さみたいな、まあ初期設定になっている、これでいいかな。得意武器は証券でいいでしょう。主人公決定。これなんか変えられる。ああ、得意武器証券、槍と証券のレベルがやっぱり高いね。他は、あ、この切り替えか。まあ、これでいいでしょう。ロアヌコのミカエル、モンスター討伐の遠征中でしたと。異常ありません。モンスターは稲光を嫌う。今夜は警戒を軽くしてもいいだろう。見張りの数は最低にしてできるだけ休め。嵐、おお、すごいね。やっぱりめっちゃ綺麗だ。これね、いつも気になってるんですけど、まあ、要はこのままモニカ様と乗っている馬が止まるじゃないですか。あ、なんか文字も見やすいな。このままこの馬を置き去りにしてモニカ様は行ってしまわれるんですけど、この馬どうなったんだろうっていうのがね、毎回気になる。スタートは、あ、ここら辺カットされるのか。シノンでのやり取りはミカエル目線だから。で、モニカが来ましたと。よし、通せ。モニカ一体どうしたと。ゴドウィン男爵と大臣が反乱を。で、後ろの人たちが、まあ、最初の主人公で選べる人たちですね。シノンの村からここまで護衛してきましたと。ゴドウィンと一戦交える。モニカを北のポドールイまで送り届けてくれと。これ他の主人公でやると、そもそもここまで来るまでの、まあ、ちょっとしたダンジョン的なものと、あとポドールイへ向かうということになります。で、カタリナの場合はね、もう終わるまで勝手に終わるから、じっとしてれば。これなんでトルネードって呼ばれてんだろう、ハリールって。ロアヌで会おう。モ
少し護衛をつけてやったらどうだ。ゴードウィンが父の生前から陰謀を企んでいるのは分かっている。反乱を起こさせて奴らの一味を一気に片付ける。だけど妹が知らせに来たのは計算外だった。男爵に勝てる最低限の兵しか連れてきていない。そうでなければ奴は反乱を起こさない。これ以上一兵たりとも減らすわけにはいかない。敵は2つの部隊に分かれている。本隊をゴドウィン男爵自らが率いており、前衛部隊の指揮官はラドム将軍。ラドム将軍までもがゴドウィンと。ラドムの妻は男爵の娘。そのラドムってのはいい将軍なのか。曲がったことが嫌いな男で部下にも好かれている。しかしラドムが相手となると苦しい相手戦いになる。ゴブリンの群れが領内に侵入してきた。ゴドウィン男爵が誘い込んだようです。モンスターと手を結ぶとはって、どうやってモンスターと手を結ぶんだろうね。よく悪役さ、なんかモンスターと手を結ぶとかやってるけどさ、交渉できんのモンスターって。結構ね、なんか強いモンスターとかは普通に喋ってくるけどさ、ゴブリンとかがなんかそういう交渉とかできるとは思えないんだけど、まあ先にゴブリンと戦いましょう。新しいロアヌコがメイ君だという噂は聞いていたが事実らしいな。ハリード、お前は命を張る必要はない。ご苦労だった。冗談じゃない、ここからが稼ぎどころだ。ロアヌ平原、あ、上に出たっけ、なんかそういうここどこだよみたいな。一応動ける。ミカエル、エストックレイピア、生命の杖なんて持ってんの。精霊石、ロードアーマー、顔のブーツ、ハリード、三日月と、まあ、いわゆるカムシーで、ロングスピアか。って言っても別にね、人間の隠して戦うわけじゃないから、最初は。ちょっと待ってね。準備って何？陣形。縦列陣形、まあ、縦一列。防壁の端陣。前列に防御の壁を作り後列を温存します。こっちにしとこう。で、作戦、前進攻撃、全軍交代、モラル回復台。あ、これは回数がないのは中入れも使えたよね。全軍突撃をもうここぞという時に使ってやっていくと。まあ、マスコンバットになるんで、最初は状況説明を聞いておこう。敵はゴブリン軍団、4000、我が軍2000、半分しかいないじゃないか。でも相手はゴブリンだからね。1人2体ずつぶっ倒せば問題はない。戦闘開始。え、こういう感じなの。あ、そうか、もともとあれだもんね。今ってなんていうの、横長のテレビが主流じゃないですか。当時はね、真四角のテレビだったんで、それに合わせてあんのか。あ、ここで選べるじゃん、しかもなんか。防壁の端に行こう。あ、モラル上に出てるね。で、ちょっと待って、どうすんだっけ、作戦。で、最初は、全軍防御にして、ちょっと耐えて、敵のモラルを減らしていく。で、敵のモラルが減ったところで、全軍突撃かけて、まあ、やっていくと。まあ、最初は耐える、ひたすら。まあ、ちょっとずつ押し込まれるけど、全軍突撃かければこっち回復するんで、まあ、半分くらい来たらこっちがねいいかな。いや、マスコバットとかよくわかんない、こういうの超苦手なんで俺。ワンダーとかの方がね、こういうの好きだからね。そろそろいいんじゃないか、全軍突撃かけよう一回で、減るでしょ。でこのまま押し切れんじゃん、ゴブリンだったら。のモラルも結構減ってるけどね。え、大丈夫。なんか戦況報告、敵後方に騎馬隊。そこ助けてくれんだよね。我らゴブリンに味方する者一兵もなし。ラドム将軍する。ラドム、まあ、最初のマスコンバットはね、そんな難しくないでしょ。特に考えることなく、モラル減らしてあと突撃するみたいな。
敵軍全滅。戦いの中から新たな記憶、統率回復弱、いいね。なんと鉄壁の兵法前列死守まで手に入れたようだ。え、これ絶対手に入るってものじゃないよね。運が良かったのかな。本来ならばミカエル様のもとに真っ先に駆けつけねばならない立場ながら、寄付ゴドウィンの陣営に参加しておりましたのは万死に値します。ラドメをよく我が国に加わってくれた。お前のおかげでゴブリンどもを蹴散らすことができた。礼を言うぞ。今後も国のために働いてくれ。もったいないお言葉。このラドメ必ずや今回の償いをいたします。一応セーブしとこう。 OK。 あ、フリーファイト、ロワヌ平原とか、あ、オーラム100ってこういう表記なんだ。冒険記とかで何も冒険してないけど、プロローグ。 OK、 いっぱいある。死の星と宿命の子、そう、300年に一度試食があります。ちょっともう全部は読んでらんないんで、では次行きましょう。セット化していいでしょ。相手もなんか防御的な感じだね。ちょっと防壁の端んでいこう。4000対4000、あとは戦術が物を言う。ちょっと一回やったら防御しとこう。ワンパターン、いや、これしか分かんない。これしか思いつかない。とりあえず一旦耐える。向こうはこれだって突撃っていうか攻撃してきてるってことでしょ。モラルの減りが早いから。で、向こうもね、なんか使ってくるのは使ってくるんだよね。ちょっとワンパターンだけど耐えて、で、相手がすっからかんになったら前進をかけよう。普通にで、なんかこっちのモラルがまた減り出してきたら、突撃かけて回復させる。で、前進攻撃4分の1くらいまで減ったらまだいけるよね。すげえ、なんか押し問答してるけど大丈夫か。そしてちょっとずつ押してる。なんか使ってこないから回復させよう。はい、どこで回復するの。あ、結構回復するね。よし、なんかこう一気に、なんか交代してきた。うちはちょっとそんな戦術、ガーこっちやばくね。なんかもうなんか術がないよ俺には。交代する、戦闘終了しちゃうのか。それはダメだよ。全軍交代、モラル回復台。ちょ、一回交代する。ここで防御しよう。で、耐える。げー、これ、あ、なんかすげえ。あ、交代したってことだ。そうか、前列もともとモラルなかったんだ。それを交代させたのか。じゃあいけるな。なんで交代させたんだろう、アホじゃないの。で、これどっちもモラルがないからさ。あ、これやばい、これやばいよね。でこれはもう防御するしかない。一回交代したいな。ちょ、一回撤退しよう。これやばいよこれ。てか、なんかあいつすげえ前に出てんだけど。いや、ほんと難しいわマスコンバット。ちょっとかなり押されてるからね。うわ、やられてる。いや、でも向こうのモラルが完全になくなった時に攻撃も仕掛けよう。すげえ押し込まれてんだけど。これちょっと難しいよこれ。指揮官戦闘不動、ミカエルがやられましたとか。レベル高すぎるんだけど。何これ。これがロマサガだ。普通に戻ったし。どうすりゃいいの。だってやるもんなくね。準備しよう。なんか覚えたよね、そういえば。覚えなかったっけ、鉄壁のなんとかとかって。関係ないの。作戦
ここに1個空きがある。これか。統率回復弱。3回使える。生命力低下。生命力低下って何？あ、前列か。前列生命力低下。後列無防備モーラル大回復。統率回復弱をつけておこう。よし、これで回復しながらじゃあやっていきますか。ちょっとワンパターン戦法じゃダメだ。これどうする？戦力を1列に集めた形で突進力があります。いきなり突進していくのはだって、いや、いきなり突進していくか。じゃあ回復させながら突進していくで、相手のあれが変わったら前列と後列が防御に入ろう。交代した。早いな。いや、で減ってきてるから、ジャックを使ってどれくらい回復するんだこれ。あ、まあ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 、予定してたくらいは回復したかって。結構接戦だな。押されてんじゃん、むしろ。なんかめっちゃ突破されてんだけど。いやいやいや、ダメでしょこれ。押されてるでしょ。強いゴドウィン、半端ないんだけど。何これ、強すぎるんですけど。これさ、しかも押し返せなくない？一回こう不利な状況になったらやられた。恐るべきゴドウィン。あ、また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 、あれつけたかった。統率回復しようがないと無理だよ。やっぱりこれは貿易の破人でいこう。え、これ同じだからさ、じゃあその同じ風に攻めていったらどうなの。いや、互角なわけじゃん。兵士の差はないと思うんだけど。いや、ちょっとうちの方が強いと思う、兵士的に。で、ここ交代してくるから、相手のモラルが回復したら突撃をかけちゃおう。一気に下げる。で、こっちは回復する。で、攻め込む。いや、早いな。どんくらい増えるっけ。いや、あんまり増えない。ここで本当は回復したかったな。回復書を使ってモラル回復して攻め込めばでもいいね。いや、このまま突っ込むしかない。もうやることないもんだって、正直。ガー、超モラル高い。いや、押し込め。よし、ゴードウィンがやられました。いやー、ちょっと勝てた要因がよくわかんない。一番良くないパターンだよね。勝てたけどなんで勝てたのかよく分かんないっていう。攻撃の兵法、後列前進。目指すはゴドウィン男爵ただ一人。行くぞ。あ、行くのこれ。え、ゴブリンがいるんだけど、ちょっと戦ってこう。せっかくだから邪魔。こっち2人だよね。お、いいね。なんか攻撃画面が、攻撃アクセルスナイパースネークショット、情報とかあっちゃう。あ、情報ってそういうことね。アクセルスナイパーのなんとかを見れるわけじゃないんだ。でも書いてあるね。加速して素早い敵をも貫く証券の技。あ、それいいね。デミルーンってなんて書いてあるの。剣による攻撃、極東で敵を切り上げる。おお、そういうことか。攻撃していきましょう。この雲結構強えな。にオーラム。ちょっと振り返るって、金テール入れる、手に入れる意味あるの。ちょっとこいつ敵っぽいよね。火助けてくれーって。多分アイテムとかそんなないっしょ。入れんの、そもそも入れないよね。ゴブリンいけ、いっぱいいる。
スネークショットって1体だけだっけ。まあいいや、技ポイントは温存しておこう。なんかちょっとボスっぽいのがいた気がするんで、クモ強いね、やっぱり硬い。エストックとレイピアだったらエストックも強いよね多分。まああとは仲間誰使っていこうかなっていうところなんだけど、全然決めてないから、まあね、女性メンバーはね前回やってるからね、ちょっと同じにはしたくないんで、じゃあどうしようかなっていうところなんで、まあ、それはやりながら考えていって、ロアヌコ宮殿一応そのまま倒しながら進んでいきましょう。ミカエル防具がいいのかな、まあ、全然食らわないね。ヒットポイントが上がるかな。ちょ、こっちは殲滅しておきますか。フェイント、まあ、スタンだからね、最初の方には覚える技はこんなもんでしょう。なぎ払いとかね、剣だったらよく瞳とか分かんな。なぎ払い覚えた。まあこのまま、あれ、カタリナがいる。そうか、ここで仲間になったっけ。トルネード、ハリードだ、よろしくな。ゴドウィン男爵はおそらくこの玉座の間に。そうか、ここでちょっとだけだけどマスカレードが使えるんで、マスカレードもうちょっとなんとかしてほしかったよな。来たか、ロアヌコ。あいにくだがゴドウィンはとっくに逃げ出したぞ。まったく役立たずめが。やはりそうか、お前たちが男爵を操っていた車か。目的はお前たちのボスは何者だ。まあこれはモンスターだけどね、こうやって話が通じるからね。ロアヌの栄光ある玉座を汚すことは許さん。この玉座、西欧の重臣フェルディナンドがあつらえたものだな。なかなか座り心地がいい。俺はここをどっきもないし、問いに答えるつもりもない。お前の力で俺を動かすことはできるかな。おお、スネークショットでいこう。デミルーン、どんどん強いのを使っていきましょう。ウェイクアップ、強いは強いね。しかまし使ってくんのかよ。ゲスネークショットも強い、普通に。てか、ぶちかまし普通にやばくねえか、これ。ムーラン・ルージュ。普通の単体攻撃だけだったらね、なんとかなる。3ターンくらいで軽量つけたいな。ちょっとヒットポイントの量的に火力は3人とも高い気がするから、これでどうだ。もう一段かかるか。いや、ちょっとカタリナがギリギリ耐えてるけど、ここは押し切る。もう基本的に俺すぐご両親になるからね。だからマスコンバットとかそういうの
向いてないんだよ。カタリナ恐るべし。結局肩をつけたのはこいつか。スネークショットの防御を取得した。この南極を乗り切ることができたのも多くの者たちのおかげである。特にハリード、トマス、ユリアン、エレン、サラ、お前たちは私の家臣でもないのによく働いてくれた。金のためだ。あ、これ今話してるのちなみにモニカね。目線とかだとちょっとポドール行ったりするんですけどね。今回はこっち側目線なんで。モニカ様の勇気はボドビーの野望を打ち砕いた。十分な恩賞を与えよう。数日後、これからどうする？何をするっていうあてもないんだが、ランスにある西洋の墓でも見に行ってみようかと思ってる。じゃあな、妹を大事にしろよ。モニカ姫、お元気で。あ、でも動けない。あ、動けねえか。カタリナが来ましたと。マスカレードを奪われてしまいました。本来ならば今すぐ自害してお詫びするところですが、マスカレードを取り戻す機会をお与えください。その紙は決意の印か。マスカレードを取り戻すまでドアに戻ることは許さん。どうやってマスカレードを取り戻そうとしてんだろうね。一人で行こうとしてるけど、まあ、どうやって奪われたかはちょっとカタリナ編を見てください。次、ユリアンを呼べ。忙しいな、やっぱり。どうもこんにちは。今日来てもらったのはお前に一つ頼みがある。今度新しくモニカの護衛部隊プリンセスガードを作る。お前にも参加してほしいのだ。モニカとハリードの意見、どうだ、引き受けてくれるか。俺には無理です。ユリアンさんはぜひお願いします。わかりました。単純な男だな。あ、で動かせるのか。で、一応椅子に座るとね、なんか政治的なものがあれまだできない。何もないのか。なんか条件あるんだっけ。という感じで、ミカエル編始まったけど、どうすればいいんだ。レイピア外しちゃおう。いらない。なんかある？特に何もないね。ま、そんなわけでちょっとマスコンバットね、もうこの先かなり不安ですけども、最初の戦闘見てもらって分かる通り全然分からんという感じにはなってますけれども、ちょっとミカエル、いろいろやっていきたいと、思います。というわけで、最初はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。